パッパッとこいで乗ってパッと乗って真ん中でヒュンとターンするとここに来ますよね。ここに来た時にちょうどグワッとカールになってくるからスピードが出ます。その時にまたノーズダイビングを2歩歩って加減して滑るで、まだノーズにかかんないなと思ったらまたステップアップして、でこうアップするなをパッてやって、でショルダーがこう続いたらまた2歩歩って見ながらノーズをこうコントロールしながら、コントロールしながら上に上げといて下げ、上に上げといてこう下げて、下がった時にハングファイブ、時にはハングテンピッとアイアンクロスをやる。でかけた時には膝をこっち側に陸側に下ろして滑っていく。このままだと止まっちゃうから、波を押してくるからクッグッと膝で、それがノーズコントロールって言いますね。でまたパン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 と戻って、最後ローラーコースアトリビのバーンとバクレンチョスで返す。それでフィニッシュですね。今まで一番良かった。やっぱりね、クロールと平泳ぎをね、ミックスで泳いだろ、はい、これね、もうね、3日やっただけでこれだもん。だからもっともっと やるってスクールマップ行ったら、サーフィンやるよ、やっぱりサーフィンやらないと。でも今日はすごい気持ちいい。だってもう2年半悩んでた、乗れなくてさ、結構さ。いやー、よかった。やっぱサーフィンいいよ。もうほんと自由だもん。波がね、教えてくれるよ。まあもう、それじゃできないとか。波は怖いよ。波が一番先生だね、怖い。波が全部教えるよ、全てを。俺の人生の。いや、よかった。波が今日ポイントブレイクだったからね。なおさら難しいよ。おい。今日はもう久しぶりだね。うん。シェーピング。いやいや、そんなことなくて。もうチビタは、日本のチャンピオンだぜ、日本の。で、シェーパーでももう日本のトップクラスだから。もうでショートも全部削れるから、でパイプラインマスターズも出てるし、もう完璧だから。でロングもショートももう何番もと削ってる人だから。そうね、1万5000ぐらいはシェイプしてるね。すごかったよ、うん、なあ、まーちゃんとこでももう10 20年ぐらいやったかな。パフ率半端じゃないよ、ローラーボードな、ダーンってやってさ、チビタがまだクワッて、稲村の今そうだ、アウトサイドの人たちうまいよ、めちゃめちゃバーッて来てボトンボタン開いてシューッとさ、こいつのアガンとか一番フックのとこでな、上でチューブ入るんで、稲村でやっぱそれはチビタしかいないよ。大ボトンボタンの、すごいよ、愛のボトンボタンだな、俺と俺。そうだね、愛のボトンボタン、まーちゃん得意な愛のボトンボタン、18番のな。ともかくね、ローラーコースターだってな、何点何パ、何万回やらないと上手くならないから、ノーズライディングもそうだし、もうシリガの加工のプルガンの加工でもな、もうハングファイブ。ああ、石岡プロ、石岡うまいんだよね。ノーズリングのもパーフェクトだね。ノーズコントロールもきたし、でカットバックもいいでしょ。皆さんもこういう、これをすごく参考してね、してもらいたい。辻堂はこういう風に滑るライディング、また釘沼とはちょっと違うから、ほら見て、ちゃんとノーズに足掛けてね、無駄がない乗り方に、一つ一つ丁寧に乗って、なおかつスピードをつけて、スピードが出たらテープ開けてノーズを止めて、でハングファイブかける。いいとこ滑ってるじゃん、全てがカットバックもいいし、でスープにこう食らいながらまたフックに戻る。これが本当のサーフィンなんだ。あー、ほらターンもね、大きなねフックターンですよ、得意だから石岡選手の。うまいよ、もう完璧だよ。これでだいたい 6.5 ぐらい出ちゃうから、2回で 6.5、6.5 でもうね、2ラウンド、2ラウンドいきますよ。ほら、カットバックもいいし、無理なくやってるんでしょ。遠心力かかって、遠心力をカットバックするときね。ここでノーズにいきますよ。これからターンして、ヒュッと、あー、これプル、キックターンして、カットバッキング。で、このフックを見ながら滑ってるからね、必ず一応がどこでハングファイブかけたらいいから、切り立ってきたらハングファイブかけるから、これかけるのかな、
あ、かけた、ほら、ね、これでもいいのよ。いいとこ全部ほらフックターンして、ここで軽いになったところをカットバックして、でちゃんとすぐターンしないで待って、懐辺で待って、あ、グーファイブかけるね。こんな、一番は多分股関節を、この引き寄せを腕立てから立つ練習です。一番最初にやったじゃないですか。やったやった、俺マリコさんとやりましたよ。一番最初にスクールでプッシュ、プッシュして引き寄せる、で立ってから引き寄せるんじゃなくて、でも太郎先生が言うには、平らなところでいくら練習しても、平らなところって立つの大変じゃないですか。大変大変。でも波だとこう斜めになってるから立てるって。そうだよな。そうだからその感覚で、平らなところでいくら練習しても、それは大変だから。じゃあ坂田でやんなくちゃいけないとかある。そのくらい平らな方がハードだけど、キャッチした波だと立てる。で上手い人とそうじゃない人は、キャッチしてから立つまでのあの瞬間的なスピードが全然違いますよね。そうだな、と思います。知ってるから。どんなにだって頑張ったってね、20年30年前に戻れないじゃん。そうだよな。だからそれを戻すっていうよりは、今楽しければいいっていうふうに私はマーさんから学びました。いやでもね、今日さ、いいこと聞いたね、さやこちゃんが俺に、マーボーさん楽しくやりましょう。俺それで心に残ったよ。本当嬉しいなと思ってさ。じゃあそれは私が先輩から学んだことで。でもね、楽しい楽しくや、もうそんなこと忘れちゃってたけど、やっぱり楽しい楽しくやんなくて、やっぱりサーフィンはね、俺そう思った。今日いい勉強だ。楽しくやりましょう。そんなこと言われたことある意味でさ。いや昔ほら試合やってた頃とかは、太郎さんなんか今試合やってるから、結構試合モードなんですよ。試合モードもうパクリンチョ、パクリンチョすごい。さっきのもうピューって試合モードなの。だから狙う波も、あ、そうか、乗れる波を乗るんじゃなくて、点数出せる波を待って。そうだな、そうだな。今オーラが出てるとか、今のなんか6と8ぐらい出てるよ、俺のジャッジだったら。すごいよ。だからこういよいよ行っていいよっていうのはあるんですけど、狙ってるなっていう時はちょっと離れようみたいな。そうだから俺だってさ、もう気遣っていけいけって言ってたってね、やっぱり譲るよ。行けなかった、乗れなかったらさ、もうね、悪いから。シェイプは難しい。丁寧に丁寧にプレーナーをゆっくりと置いて、それで半分落としながら刃を半分で削って、ストレートに削ったところが平らになるようにして、こうやって削っていって、最後には平らにして、で終わらせる。これ今ボトムをやってるんだけども、このプレーナーはスキルのプレーナーで、世界中 の、 シェーパーが使ってます。ジェイリー・オペスは7個持ってるって言ってた。で今一応シェイプしてる中で、波の下いけども
タミネができない時にはシェイプをしながらアップスンダウン、サーフィンをしてる。俺はもう昔からこうやってやってきた。これをやるとサーフィンしてる気になるし、これがやっぱりねアップスンダウンですよね。でノーズライディングもこれでノーズでやる。これをね何回繰り返してるうちにサーフィンしたっていう気持ちになるから、そんなに嫌じゃない。40番、そういうのを使って落としていく、サーフボードにしていく。今はこれはボトムのロッカーをつけるために今削ってるんですけども、俺よりまだまだ上手い人ここにいっぱいたくさんいますよ。俺はどっちかというとね、こう昔のねのの50年前のシェイプをちょっとこうね変えてやってるんだけども、皆さん見てると、まあ、いい板削ってる。今名前挙げた、人たちのシェイプを乗れば必ずの乗りにくくない。乗りいいから、みんなこの人たちチャンピオンだから、全員のチャンピオンですよ。アマチュアプロになって悪い板なんか削れっこないんだから。わかりますか、聞いてる人。だぜひこういうシェイパーの下で買うと満足したができると思う。自分の好きだね、色も自分の好きにできるし、マークの入れ方も自分の好きにできるし、そういう買い方を皆さんして、インターネットでああなんだなんだ、ああ何や何何って見ないで、やっぱり真心込めて俺たちが命がけでシェイプする、やっぱそういう板が一番ベストだと思う。こういうね、なんていうのかな、真剣にやってるんですよ。遊びでウェーブをしてるわけじゃないから、こういうシェイプの仕方もある。やっぱりね、癒されるんだ。これで折り返し、今ね前に進んでるけども、今度折り返し来るときに波が見える。あ、俺サーフィンやってんからいいや、今日はやんなくても、そういう気持ちになるし、気持ちがリラックスして肩の力も抜いて、でシェイプをしていく。プレーナーだったからやっぱりテールが熱くなっちゃって、ね、ノーグーって言ってたけども、俺らはもうすごい参考になった。テールからノーズ、もう見事なもんだね。やっぱりジェイリー君はやっぱりなんていうのかな、職人肌だから。パイプラインだってあのパイプに入るのは職人でしょ。チューブ入るのはすごい。もうジェイリー君のもうサーフィンがやっぱりいろいろパイプラインマスターでみんな優勝してる人はたくさんいるけども、俺は彼があの自分で削った板でね、ジェリーモデルを乗ってあんだけの乗り方する、誰よりもチューブがやっぱりうまい入るのは、それは彼のジェリー・ロペスのボトムがやっぱりすごくいいと思う。彼は彼なりにパイプライン滑って攻めてパイプライン合う板を削ってる。はい、水になれるってことが一番大事だから、はいね、はい、ちょっと2メートルぐらいしか積まなくても、はい、それもボディーサービスですし、はい、だん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 、ね、2メートル、3メートル、4メートルになって岸まで行かなくていいんですね、うん、ただね、ちょこちょこっと積むだけでも、はい、全然違うから、はい、じゃあ行きましょう、マーさん、ボディーサーフィン。このレスチューブをいつもサーファーがつけてれば人を助けられますね。ああ、人を助けられる、はい、だからこんなちっちゃいもんだったら、はい、ぜひね、はい、サーファーの人はやっぱりね、はい、つけてもらいたい、うん、でやっぱりさね、人を一人でも、はい、
はい、いなせないで、はい、助けてれば、やっぱりサーフィンの、はい、ブランドイメージもいいし、そうですね、やっぱりこれからもう来年オリンピックにもね、はい、出るんだし、サーフィンが、はいはい、やっぱりなんとか社会の一般のテニスとか、はい、それからいろいろ野球とか、はい、いろいろサッカーとかあるでしょ、はい、そういうのとゴムに貼れるように、はい、やっぱりしてもらいたいよね、そうですね、サーフィンがね、ラジオギはまず平泳ぎのさ逆みたいな感じでまず股を開いて蹴ってあげる、はいはい、で手はバランス取ってなるべく自分の胸の方にやる、うん、それで波が来たらまたボディサービスに入れる、うん、必ずこうね、まあ、手を顔を上向いてやるのが一番ベターだけども深いところはこうね深いところはもうこうあったってこれが本当の立ち泳ぎね。もう足が立たないっす、足立たない、足立たない、だからって振ることないから、はい、でね、浅いところに行くときにはこうやってね、これのがいい、周りが見えるからね、こうやってやってこうやってやってるうちに進むからゆっくりとね、流れに逆らわないでうまくこうやってやってくだからやっぱりもうね、軽く3回ぐらいクロールでやったら、はい、まず周りを見て、はい、それで、あ、と思ったらもう一回周りを見ながら、それで足がついたらもうやれやれっていうところだよね。
いや皆さん今日はね高松のコンピタさん、まあコンピタさんっつったら日本で1番2番の神社で、階段が785段あります。そこを体を鍛えるために挑戦しに来ました。で2つだろ、ここでボトムに体重あのボトムに落ちないでこっち側にテールにやってボトムにシュッと落っこってだん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 落っこってボトムに落っこってそれでこれにしたらターンターンでで進行後になって構えてね、これがねターンであってテイクオフね。だからテイクオフはいきなりグイーンとノーズからボトムに降りるんじゃなくテールにテールからテールを沈めさせてボトムに降りてくる、これがいいターン。そうすると波に押されて前に進む。そうそう、はい、でノーズのまんまスルッと気持ちよく降りていっちゃうと、はあ、ボトムまで行っちゃうから押されるところがないわけですよね。そうだね、はい、でそこで今度エッジを使って、はい、ターンしていく、ここですね。この波のここでテイクオフして、うん、まあその足元にしますよ。そうそうグッとね。足元にしてます。うんうん、でこうあったって言って、うんうん、ね、これで、まあボトムターンする場合には、うん、ここまで降りてって、うん、これで俺の場合アイのボトムターンだ。ここでターンして、スピードを利用して、うん、だからこういうふうにこういうふうにシューッと凝ってきて、このままだとパリンしながらぐーっと凝ってきて、それで遠心力使ってターンして。こんだけ離れてるんですね。そう。この普通がこの辺で、そう、でも俺のはボトムだ、スピードをつけるから遠心力を使うからボトムのボトムに行くわけ。そうそうそう、ボトムのボトムに行く。ボトムのボトムで、テールを抑えながら行かないと、そう、でテールで、うん、そうで、なんでレールさ、レールしないと、レールだとグイーンと伸びるから、伸びるからね。ここがボトム。そう、ここはね、だから俺の言うやつはボトムはここよ。ここはみんなはここだけど、ここまで来なくて、ボトムのボトムがここ。そうそう、ここ。ここでターンして、スピードを使って。ここで、ここまで来ないと遠心力を。そう、遠心力を使って降りていく。今のいい感じだね。
ありがとうの昔の言葉で、あることが難しい、もっと平たく言えば奇跡って書いてるわけです。まあ、先ほどちょっとお話ししてましたように、早く作ったとしても取っていくことが大事なんですね。早く元に戻すことが大事なので、まあ、病気でも早期発見早期治療っていうように、早く悪いものを取ると早く良くなっていくので、また調子が悪かったら早めに私に連絡いただけたらと思います。ご祈祷的にはですね、かなりすごい領域に入ってまして、今日は疲れたけども、昨日ね、585段階段登って、なんだっけ、あそこのね、あの神社をね、登って、コンピュータ様で、今日ね、ここで住職に祈祷してもらってアドバイスして、俺としては最高、心の支えになるわけで、体も健康、肩に何々、借金もしかり、仕事もしかり、全部そういうのが全部俺の心に入って、住職が道を開いてくれる。で、道を開いてくれれば自分で辿っていけるんだから、俺はやっぱりそういうふうにやっぱり信用して信じて、自分の心と体で、今腰が悪くてサーフィン乗れない、みんなに乗れない乗れないって言われてきたけども、ここに来たのはね、パイプラインマスターズ招待選手ですよ。それを出る、飛行機が飛ぶか飛ばないか分かんない、でもね、12月にやるんだったら出て、ジェイリー・ロペス、ローリー・ラッセルね、なんかのレジェンドサーバーとやって、俺も一パターン乗りたい、それが目的で来てるんだから。だからあと一月ちょっとしかないけども、時間がないからここに来て、なんとか乗れるように祈祷してもらう、それが今回の目的だから、よかったなと思う。今日はありがとうね、2人とも。ありがとうございます。で、こちらは井上康生さん。よろしくお願いします。日本の監督です。こっちは国士舘の監督です。はい。2人コンビで今、オリンピックに頑張ってます。それで、今回、高松の高原に行って、康生さん、辻圭さんの、祈願ね、4時間ぐらいかかった。本当に俺たちは10分か20分終わっちゃったけどね。でもまあさ、いいなと思ってさ、で今回も高生さんとケイさんのために、家族のためと、から柔道ね、不安になった時、勝てるのかな、勝てなかった時にね、アルゴトガタチやってくってさっき言ったんだけども、一応高生さんにもケイさんにも弘法大師を買ってきました。ちょっと見しちゃってもらえる？ありがとうございます。このお寺は88箇所のうちのナンバーワンのところで国宝です。だから困った時、負けそうな時にはこれをオリンピック持ってってやれば一発で火をつく。全部金メダル取ってもらいたい。頑張ります。
ね、それで、サーフィンもやってもらいたいし、ナケイさん、はい、ね、コウゼさんもサーフィンもう一回ね、終わってからでいいから、やっぱ男はね、気を抜かなくちゃいけない、やっぱり、そうでしょ、はい、どうですか、じゃあ一言さ、サーフィン兼ねて俺のこともちょっと喋って。いや、マーボーとは10年来ですね付き合いで、昔はサーフィンをやったりとか時に旅行行ったりして、お世話になった方です。で、今回もわざわざ、ね、この貴重なものを我々のために、拝んでいただき、そして守ってきていただいたということで本当に嬉しく思ってます。また久しぶりにお会いしてめちゃめちゃ元気なんだ。さっきから1時間前から言いますけどずっと喋ってる。まあ元気そうで何よりでした。はい、また引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今度はケイさんお願いします。はい、僕も10年以上、マーボーとは一緒にサーフィンやらせてもらったりとか、まあ、サーフトリックしたり、いろいろと今まで知らなかった世界を見せてもらってます。ちょっと今サーフィンから、ね、離れちゃってるんですけども、また東京オリンピック終わったら湘南の辻堂に行ってマーボーと一緒に元気なパワーを、ね、もらって、71ですよね今。72 来年3だよ。73ですよ。もう僕らなんかまだまだじゃないですか。このエネルギッシュなのはやっぱり、まあ、サーフィンもそうですけども、やっぱり強いね精神力とかこういったものはね、本当学ぶところがたくさんあるので、引き続き。そうね、だから2人ともすごいじゃん、ね、言われるやかない、ね、俺はケイさんがちょっとね柔道の時に、ね、骨がちょっとおかしくなった時にオリンピック出る出ない俺が出てくれって言ったの。もうね、逃げまくれってわざと逃げまくってたよ。逃げまくってた、それがねチャンピオンなのな。コウゼさんそうだよ、内股勝ったら負けちゃったで、なんか頭白くなっちゃったそんな見に行ってね。でもさ、そういうね、やっぱりそういうね男と付き合えば俺もね大きくなれるよ。俺のが先輩だ確かに。でもこの人たちは人間は人間折れる上だよ。心も頭もね、この人たちはね日本全国の柔道の人の上に立ってるけども、一番低い、コウゼさんもケイさんも一番低く頭低い。わかんだろ、なんだろ、こうやってね料理だって自分たち食わないでまず子供たちにあげる。いや本当だよ、おじいちゃんおばあちゃんだよ先に。いや本当そうじゃん、だって沖縄で行った時なんか俺がハワイに75回行ってるけどもね、ねスタンプみたいなステッカー貼られたことないよ。ケイさんとさ、コウゼさんにスタンプあるんだよ。で、アラの女の人に、なんであの人たちがね貼れるんだって。もう国宝だからしょうがないんだよ。で、俺で沖縄行く前にさ、おばあちゃんなんか重たいの持ったら2人とも持っちゃうから、はい、俺それを初めて感じた、すごい人だったなと思って。俺がゴールドメダリストだったら持たないよ。はい、おばあちゃんピンピン行きなさいって。俺はさ、バッグ持っちゃってんだからね。俺で2人ともマーボーも取り取ったから、バッグ持ってやってケイちゃんも言うから、いいよいいよってさ、そういうとこだよ、そういう人たちだよ。だからコウゼさんとケイちゃんに俺が教わったことは、で偉くなればなるほど神戸を下げるわけ、すごいよ。なそういうことだよ、お金がお金じゃないからな。そういうところで俺は好きで、これからもやりたい。ぜひね、これからも仲良くしてください。よろしい、こちらこそです。ありがとうございました、今日は。マーチャンネルよろしくお願いします。じゃあこれ、はい、マーチャンネル、はいね、じゃ あの最後にさ、まあ、あの辻堂マーチャンネル万歳でいきましょう、はい、じゃあはい、せーの、マーチャンネル万歳。